はい、それでは、これから12月8日に迫ったブレイキングダウン14のオーディションを開催していきます。お願いします。今回もですね、厳選な、審査をくぐり抜けた約100名がこの会場に集まってくれています。ひな壇の皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。イヤラ君、誰か戦いたい相手？あ、今日もできますんで、いつでも。あ、OK です。OK です。イヤラ君、戦いたい相手とかいる？僕、戦いたい相手、自分よりちょっとでかいやつとやりたいですね。なんかもう今まで小さいやつとやってきたみたいな感じで言われてるんで。いいっすね。なんかミクルさんが噂によるとなんか最強なの連れてきたっていう噂なんで。まあ、お楽しみに。できますよ。できますんで、ぜひ。OK です。お前ではな、俺に一番渡してんだよな。一緒に終わるんだよ。大阪いつでも上等じゃん、お前。お前なんで切ってんの、お前。三河幕所属の三河健志って言います。元クラッシュ王者のアンポリクです。溝口さん、アンチを募集したら約200人の応募がありました。しょうやめてくれ。スペースとかでのやり取りがこっちが恥ずかしくなってくる。喜ばせるだろ。俺とやらない？ケージとは別にミニリングを、用意しました。お前、俺と喧嘩できるってことだ。お前、俺朝倉兄弟に喧嘩した。ここ朝倉みくる、俺と勝負しろ。一回座るよ、いけないの。女子の居場所を戻してですね、ぬるぬる女王決定戦を行っていきます。僕、今日このために来ましたからね。まあ、ここ最近海外対抗戦とかやってたんですけど、まあ、ブレイキングダウンの選手が強くなってて、ちょっと面白みがないっていうのは視聴者の声を聞いたんで、今回すごい4人を呼んできました。まあ結構厳しいんじゃないかな、正直。勝ったら逆にすごいぞって感じ。どう？ちょっとワクワクするでしょ。では最初のグループお入りください。じゃあお願いします。はい、知念翔太って言います。まあ、めっちゃ久々にブレイキングダウン来たんですけど。お前ではな、俺に一番渡してんだよ。ここいいじゃない。どうしてこいよ。やつが、お前昨日俺のこと見たのにビビって逃げたらしいな、ザコが。おい、入られへんかって。ザコが。番組系やろ。どこいい。一回一回いいっすか。一撃で終わらせるんで。ゴミ干すぞ。ダメです。ゴミ干すとこいよ。お前死に来たんだろ。はい。お前全部セキュリティ当たってんぞ、パンチが。どこに目があんだよ。おい、ゴミ干すぞ。試合させてよ。ゴミ干すぞ。試合させてよ、それ。お前試合の権限なんかねえ。んだよ、ここでお前はよ。何があったの？
いや、なんかガタガタ挑発してんだ、このガスが。来てるからな。してやるよ、お前。日本歩けなくしてやるよ。もう後悔させてやるからな。誰に喧嘩ってどこってつけてるよ。お前な、誰に喧嘩ってか教えてやるからな。お前、指名手配だよ、全国。ガスが、ぶっしてやるよ。タバコ吸ってるくらい俺の出番になって呼んでこいよ。遺言考えとけよ、ガスが。ゆうだい、そっち側なんだ。そうなんすよ。お願いします。金森雄大です。まあ自己紹介ちょっとそんなしないでも大丈夫だと思うんですけど、まあ13見てて自分負けると思ってたやつが一人勝ち上がってきて強くなってるなって思ったやつがいて、まあ同じ喧嘩自慢なんですけど、大阪代表のリキメカさんにも勝ってるんで、まあその敵も打ちたいし、まあここと組んでほしいなっていう印象ですね。どうですか？お前まず金森な、お前な喧嘩自慢で出てきててな、お前その覇気ないやな、お前。あ？まそれでな、お前こっちでのはこっちでやりたい言うてんの、お前決まると思ってんのか、お前なあ。なんでなあ、これお前ら兄弟何森かお前大森か分からんけど、お前ら、お前らの名前聞いたらサイズしか分からんねん、お前らの、うん、なあ。お前負けると思ってたんだよ俺。だからね、それで勝ってきてやろ。それ環境ちゃうからな、お前らと、うん、お前ら大宮と。なんでな、これお前ずお世話になって大好きにやったやろ、これらお前。前死ぬ子の敵取ったけど、すぐお前取ったろ、もうそれってやろ、お前。俺もメカ君やられてんだよ。こっちも引けねえんだよ。お前負けたらどないすんねん、お前。は？負けたらどないすんねん。負けたら何でもしてやるよ。何がいいんだよ。負けたらどないすんの、お前。何してほしいんだよ。俺も坊主にしてやろうか。おやってみろ、お前それとこっちもやってるやんけ。おかかってこい、まずお前勝てるわけない。お前まず環境じゃから、今やるか、お前それって。お前かかってこい、これら。は？大阪いつでも上等じゃ、お前らと。お前らと環境じゃからな。かかってこいつ、今かかってこいつ、これお前。なんだよ、ちょっと。もう大会弱いな。俺のセリフ。面白いな、お前。波折るか、お前の名前聞いたサイズねえね、こら。OK、 じゃあ大丈夫、仕上げてる。金森、一番いい相手やなと思ってるんで、あいつまず無害の字でも美味しいんで、あと負けたら坊主にするって言ってたなって。お前絶対やるよって。お前俺やるか分からんけど、そこは保証しやんけど、ちょ、まあ強くはなってるっすけど、レベルがまだ違うかなっていう。俺のが全然強い。おめえのこと丸坊主にしてやっから覚えとけよ、てめえ。お前何森か、お前大森か、お前小森か分からんねん、お前。これお前旧姓やと、お前金森、ややこっち名前しなかった、お前ら兄弟。お前ら見た目の割に若いねん、歳なめとったらあかんの。俺の方が先輩やからな。まずそこ上山よ。いや、わきまえろ、わきまえろ、こらお前。ほっか、お前言ってまうから、お前とりあえず肩に取ってるから、こらお前。波森、いや、ちょ、金森が、こらお前なめとったらあかんぞって、お前。すまん、ちょっと熱くなっちゃいました。ケイノスケさん、噂で聞いたんですけど、なんかシルクザリッチ使ってるらしいじゃないですか。なんでお前知ってんの？やばくない？それがまあいい。すごい、行こう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 。すいません。来た来た。めっちゃ気持ちいい香りです。マジ？本当に。すごい香りでした。はい、さあ。やばいよな、匂いしない。あれ、俺もシルクザリッチのシャンプー使ってんだけどな。シャンプーとトリートメントいいんですけど、プラスしてこのヘアオイル。何それ、何か来た、何だろう、買いでいいの？え、
めっちゃいい香りする。やばいね。やばい。ちくしょう、ヘアオイルか。あ、もしもし。シルクザリッチのヘアオイル、全部まとめ買いできますか。できますよ。今回新規定期購入者5000名限定で、前回大好評で即完売したコラボシールをプレゼントします。さらに今回は僕と弟の新デザイン&レアシールも増えているので、ぜひ概要欄とコメント欄のリンクからお買い求めください。またドン・キホーテではコラボシール付きの限定品が12月から販売開始されます。白黒各1万セットの販売なので、ぜひ皆さんもコンプリートを目指してみてください。次のグループお願いします。ただいまー、帰ってきたぞー。俺みんなやべえやつらじゃん。やばい、めっちゃ大丈夫だー、やべえ、大丈夫だー、おー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 。いや、こんなね、あのバカなバカやつと、あのやってるつもりはないから、静かにしろよ。ぶっ飛ばしたよね。やっちゃサップさんからお願いできますか。ですね、この度ね、いろいろあのご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。やっと戻ってこれました。もうなんか本当にあのボランティア活動から慈善活動からいろいろと今日あのやっていただいて、あのご本人は逮捕の際はあのその場に居合わせただけなんだけれど もう自分が監督責任があるということで、あの自ら名乗り出て、あの、まあ、いろんなプロセスを経て今日に至っています。ガキの頃、一回ボコボコされて、お、喋れるようになったんか、はい、お前俺にずっと追いかけとったんですよ。やってくれんすか。ちょっと周りから聞いとったわ。あの昔ね、僕歯科学の代表しててで、応募してきとったんですよ。ほんで違うチームやったんですけど強いから道場破りみたいな感じですね。15年前ってことは10代中学生です。中学生中3の時ぐらいです。リンガが年関係ないんですよ。で、あの喧嘩に自信あったんで、で大阪で一番強いって言ってたんで。じゃあその時はボコボコにされたと。そうです。いいっすか。お前ヒロのパンチより俺のパンチの方が痛いよ。まあ受けれるか。はい、いける。お前のパンチ全部受けたらほんなら、はい、もう見といっすね。それでリンガできるよかもんな。なお前やったらやるすがもね。No、それ面白いですね。じゃあ試合決定しましょう。まあでもよかったです。あの復帰できて、まずそこにほんまあのブレイキングダウンの関係者だね、感謝です。ありがとうございます。えらい睨んできたな思って、準備しやったみたい。昔ちょっと因縁あったみたいで興奮されて投げられて顔面切られたっていう感じ。まあ嫌がるからやりくださいまあ昔な、何かあったかしないけど、俺あんま覚えてないや。まあそれでもまあリングの上でぶつけんしょな。ブレイキングダウンがどういうふうに反射排除の仕組みを作っているか、危機管理の専門家である秋月からお話しさせていただきます。
自分たちで気をつけるしかないんで、分からないこととかは全然俺とかに直接聞いてくれても、全然いつでも24時間聞いてください。この我々だけが、このアドバイザリーボードチームだけが一生懸命やっても、反射対策が 100% 実行することは難しいので、みんなで一緒にブレイキングダウンをよりいい興行にするために協力してほしいなというふうに思ってるんで、みんなも引き続きよろしくお願いします。お願いします。新しい企画です。今回溝口さんと戦いたい、溝口さんアンチを募集したら約200人の応募がありました。その中から厳選した溝口アンチを呼んでますんで、これから溝口さんと戦うのに最もふさわしい人を選びたいと思います。いや200人しかいなかったか。ふざけんなよマジで。何人来ると思ったの。 2,3 千は来ると思ったんだけど。一旦みんな座ってもらって。なんか見覚えある人いるな、何人か。ボディーガードの片岡です。あ、そうだ、いた。月島から来た片岡蓮です。今回ミクルさんが多分アンチ募集してたと思うんですけど、溝口さんに絡んでくるやついっぱいいると思うんで、そいつら全員自分がぶっ飛ばすんで、今日一日溝口さんの専属のボディーガードやってきて来ました。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあどうぞ。アタクサです。もういいんじゃないかな。もうね、もう何回もしてるけど、まあ本当にもう人間として嫌いっていうのはもう多分分かってると思うんで、まあ特にでも最近でも溝口さんの嫌いなところが見つかって、こう肘ついてこう喋る感じがマジ腹立つなと思って、そこ、あ、これ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 ちょい、やめてくれ、それそれだけ、それだけで。もう5回目ぐらいだもんね。はい、6回目。じゃあ次の方。アルゼンチンスラム街出身エドワルド。おい近づくな。お前近づくな。近づくな。うるせえよ。いいね。頑張ります。まあそれ以上近づくな。バセろよ。俺の言い方だ。バレんなよ。お前こそだ。もうこれしてよ。アピールさせろよお前。マイシャ近づかずにそこで言ってください。本当に俺のこと嫌いなの。あ、大嫌いです。なんで嫌いなんですか。いや、この興行みんなこのオーディションにかけていろいろ犠牲にしてんのに、なんか自分だけそうこの興行のトップのくせに出てなあ、出させられてんだけど俺。いつも出たそうにしてるよ。そう、俺はチャンスもらってっけど。あ、俺出れたから。俺はチャンスもらってよ。対戦行くんでもらったから。だから俺もちょうだいよ。なん、誰、お前みたいなやつに誰もあげねえだろ。どうぞ。勝久です。溝口さんのことアンチすぎて、スーパーでピスタチオを見ると溝口さんに見えてくる。そのぐらい嫌いです。どこが嫌いかいっぱいあるんですけど、すぐこう携帯ね、スマホポチ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 するとことか、あとはスペースとかでのやり取りがなんかもう聞いてるとこっちが恥ずかしくなってくる。なんか辛いな、苦しいな。もうなんか辛いんですよ。なのでここでちょっと決着つけたいなと思って応募させてもらいました。素晴らしい。じゃあ次の。素晴らしいじゃないか。素晴らしいとおかしいな。いやいや、大阪から来た水キングです。溝口さんよ、お前さ、人生楽しんでる？すかした笑いでさ、あんまり面白くないやろ。俺はな、お前をにらめっこでこの全員笑かす自信があるよ。みんなを笑かすんじゃ、俺が。もういいよ。オーケーストーケースト、一旦じゃあ席ついてもらって。
今までで一番つまらんやつが来たな。あれちょっと話してもいいですか。茶番終わり。お前らつまんねえ茶番終わりか、ガキども。ちょっとつまんねえも見せてくれたなてめえら。おい。飯田は今日飯田くんだろ。水口さん、今回今日来れないんだね。いやちょっと悟、俺からも言わして。俺あの言ったじゃないですか、俺ちょっと逃げれないように切り抜けで回せって言ったっすよね。そうだな、俺からも言わせてくれ。俺ちょっと飯田君のことでちょっと言いたいんですけど、さすがに今回来ないんですよね。今日来ないですね。俺悟からもずっと俺飯田君とやれ、飯田とやれて飯田とやれてってずっと相談受けてて、で俺はもう実現すると思ってたから、今溝口さんが交渉してるから悟ごめんねって、もうすぐ実現するからちょっと待っててくれ、だから今日も来てくれって俺お願いしてた。さあここに来てまた来ないって言うから、さすがに俺1回じゃないんですよ、もう2回3回っていうドタキャンしてるし、あの俺が言いたいのは、彼は別に人間としては俺も別に好きだし、あの絡みはあるから、あんまこういうこと言いたくないけど、はっきり言えばあのリスクを取ってやりたくない対戦も全部引き受けてきてるような活躍してる選手いっぱいいるんですよ。なのに3回ぐらい戦ったぐらいでもう俺はあの人は嫌ですとか、これこれ交流だからいけませんとかってひよってるようだったら、俺はブレイキングダウン的にどうなのってねずっと思ってて、だこの際はっきり言わせてもらうけど、誘るこっちが頼ることがもう必要ないと俺は思うんですよね。工業的にも彼に来てくれて声かける必要ももうないし、だって来ないんで。いやそれは悟には申し訳なかったなって思う。せっかく今日朝から来てもらってんのに。何しに来たか分かんないですよこれじゃ。水口さんが首根っこ掴んでるって聞いたからはるばる飛行機乗ってきたっすけど、で次来いよっつってポーランドも来てね、どうすんだよこれ。悪い悟、あのそしたら俺とやらない？試合ですか、うん、俺とやろうぜ。マジですか。俺もこんな茶番のやつらと付き合ってられないし、はっきり言って俺もなんか弱いやつばっかり戦ってんじゃねえよってすげえ言われてるし、まあ、そんな気もないし。マジで？マジですか。なんかまあ、悟すごい強いの知ってるし、経験ないところが俺も未経験で、うん、まあ、なんか今までこう歯応えないやつばっかりだったから、まあ、ちょっと悟に少しこう俺のこう心に火つけてもらおうかなって思ってます。いいっすよ、うん、いい俺でもいい、いいですよ。負けたら運転手やりますよ。本当に、はい、負けないですけど、うん、でお前ら代表して俺らぶっ飛ばすからそれでいいだろう。頼むぞ。埼玉スーパーアリーナで、もしやるよ。さすがに悟くんに言われちゃう。いいキャラしてるわ。いやちょっと14豪華なんじゃない結構。溝口さんから対戦表明って初めてのことだと思うんですけど、もともと悟を狙ってたんですかね。北海道からわざわざ来てくれた中で、僕自身にもあの責任があるので自然と言葉が出た感じですかね。もうとりあえず俺が怒りだけぶちまけて帰ろうかなと思ったの。カウンターパンチもらったのに、どこだったの、まあ、正直舐めてるよ戦いに関しては。まあ、舐めんなよっていう感じではあるよね。僕はそうやって喧嘩を売られた相手を返り討ちにしてきたんで、まあ、今回は埼玉スーパーアリーナのコミュニティアリーナの大きな会場なんで、まあ、しっかりそこで KO でぶちのめしたいと思ってます。
サドルハリケーンが炸裂するんで、ゲージから最も近い場所に優秀なドクターと、それから担架、それからすぐに運べるように道を開けていただくことと、入院する先の病院もきっちりと予約してください。よろしくお願いします。ブルーファイトの公開もこう迫ってきている中で、今回は映画のプロデューサーとしてもやっぱり負けられないという気持ちはありますか？もちろんやるからには負ける気ないし、チームとか社員の支えがあるんで。マイファースが主題歌で、今コンビニにポップコーン売ってたり、あとヤンマガで連載もしてるみたいな、なんかすごいことになってないですか？まあ、多くの人に見てもらえたら嬉しいなと思って作ってます。全国の映画館で流れるのは来年の1月末からなんですけど、ペーパービューでプレミアム試写会を実施するんで、それは僕も朝倉未来君も一緒にペーパービューで視聴して楽しめるような企画作ってるんで。本当に目が離せませんでした。ガクトがすごい心打たれました。いろんな人に見てもらいたい、やりたいことが見つかってない人にはぜひ見てもらいたい映画だと思いました。もうブレイキングダウン好きにはたまらない作品だなと。ちょっと本当興奮して声出そうになってますね。這い上がってやるよ、絶対に。出てきたんか。見てわかんねえのかよ。たどり着け、夢をつかむために。そこ試合決定で。ブルーファイト、青き若者たちのブレイキングダウン。次のグループお願いします。おい、溝口待ってるってね。おい、来いよ。お前見たか、選考会。お前ブロックされてんだよ、お前よ。なあ、来いよ。俺がなんでブロックしたのか全く覚えてないんだけど、なんでだと思う？俺とはやろうよ。なんかわかんないけど、溝口雄二が俺のことブロックしてるからよ。ちょっと待って、これは俺たち絶対遅かなと思ってんねんマジで。ああ、上等こいてんじゃねえぜこの野郎マジでよ。なあ、こい、タッチつってんねん。おい、こいつってんねん。おい、てめえ待たせんじゃねえ。おい、待ってんだよこっちは。あ、こんだてみん、こんだてみん、おれやらせねえよてめえ。あいつ溝口さんの何なんだ。頑張れ。まだや。誰だ。やめてねえ、ほら。なんであいつ脱いでんの。一回座ろっか、じゃあみんな。一回みんな座って。一旦座ろう。どうぞ。路上の天才喧嘩少年、磯本光です。喧嘩バトルロワイヤル準決勝まで行ったんだけど、ちょっと疲れちゃったな。お前早く来いよ。おい、こいつってんの。邪魔入んじゃねえぞ。対マンでやろうぜ。なベアナックルキックルールでやろうぜ。え、なんでそんな嫌いなの。え、こいつにブロックされてるっつってんだ。見てねえのかよ。せいやさんできます。あ、じゃあすいません。じゃあスパーリング準備して。スパーリングできるの？俺に言ってんの？うん。あ、いい。上等だよ。じゃあ一回準備してもらって。来ました、関谷さん。お、これ裕次郎が仕留めないと溝口さんに来ちゃいます。はい、行きます。はい。うわ、そうだな。はい、手出そう、手出そう。はい、よいしょ。あと30秒、あと30秒。はい、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 
なんか面白かった。ロップ喋らせてくれ。関谷さん、まだできますか。行きますよ。関谷さん、その格好のままいた方がいいんじゃないですか。確かに、着替えないで。関谷さん、天国プレゼンツ無差別級スペシャルマッチを行います。青コーナー第3代第6代ライジンバンタム級王者朝倉海、赤コーナー G アウトサイダー2階級王者路上の伝説朝倉未来。選手、兄弟対決ですね。正々堂々とフェアでいきましょう。レディーファイト。反逆の悪道レオ登場、天国で検索。今日朝倉海、UFC いきなりタイトルマッチ発表されましたね。確かに、ていうか一緒の日なんですよね、ブレイキングダウンと。そう、すごい偶然だね。はい、先に12時ぐらいかから試合が始まって、でブレイキングダウン3時ぐらいからですもんね。じゃあ海君の試合を見てからブレイキングダウンを楽しめるってことですね。うん、そういう感じですね。俺が負けたらね、悲しい気持ちになっちゃう。絶対勝たないと。UFC チャンピオン戦、タイトルマッチ、おめでとうございます。やってきます。まあそうですね、なんか、UFC って本当に世界一の団体なんですけど、まあ、今まで日本人がたくさん挑戦してきてるんですけど、まあ、誰もチャンピオンになることができなくて、なんかその世界的にはやっぱ日本人がまだ弱いとか、その評価が低い見られ方をしているのがやっぱ僕も悔しいし、だからそこをちょっと僕が今回勝って払拭したいなっていうふうに思ってます。なので必ず勝ってきます。このアウトサイダーからプロに行く人は現れないとか言われた時代があったんですよね。そうですね、まあずっと言われてたけど、僕らが出て、だからこれからブレイキングダウンの選手がね、うん、まあ、UFC に行くこともあると思うし、まあそう信じてますけどね、僕は。毎日が楽しみだ、日々理想の自分に進化するから、明日の俺はもっと俺だ、なりたい自分に。メンズ脱毛ローランドビューティーラウンジ。喧嘩と格闘技は違うぞっていうところを僕は見せたいなと。おい白眼鏡、俺おいえいいね。お前女子がいてるんだよ、クソガキになる。お前殺れ。俺らの先輩特許はな、バイオレンスなんだよ。本当の恐怖心ってのを味わしてやる。ああやってやるよ。ブレイキングダウンラスト引退させていただこうと思ってます。え、なんで俺と入れてるの。勝てるから喧嘩ね、はい、やってあげようか。じゃあ俺がやろうか。じゃあ、はい、たまにはやってやるよ。ガチで言ってる。いいっすよ、いいっすよ。ジャージみたいなのない。オッケー、そうです。はい、新しい。ブレイキングダウン14本戦は12月8日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。ただいま
期間限定で最大 15% オフで購入可能な会場チケットをアプリ早割チケットで販売中。数量限定のお得なチケットをお見逃しなく。お得なペーパービュー前売りチケットも販売中。詳細は概要欄コメント欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像や過去大会の全ての映像などアプリでしか見られないコンテンツを配信。さらにアプリ VIP プランに入るとペーパービューチケット会場チケットがどこよりもお得に。アプリのダウンロードは概要欄から。ブレイキングダウン14を一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意していますので、まずは資料からでも概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウンは日本子ども支援協会の里親啓発活動を支援しています。ただいま歩くことでチャリティー活動に参加できるオレンジウォークを開催中です。ウォーキングアプリ民法をダウンロードしてチャリティーウォークに参加しよう。ブレイキングダウン14はシルクザリッチのほか RBL 剣国行行行、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。